オルクバレット北九州対 YCC 横浜 F リーグ F1 の第3節。まず先制点は横浜でした。ここを高い位置で引っ掛けて33番リュウアチ左足でファインゴールでした。ショートバウンドのボール、はい、当てるのも難しいな。あのコースに飛ばせる技術力素晴らしいですね。横浜追加点のシーンです。ここ菅原切り返しからの左足見事なループ、あの利き足じゃない左足でね、あれだけ柔らかいプレーできますからね、はい、力抜けてますよね。2対0横浜が2点をリードいたします。そして続いて北九州です。田村リト、これもね見事なシャペウからの、こちらも利き足と逆の、そうなんですよ、今度は右足ボレー、はい。そして北九州1点を返します。このお手本のような、もうね右のコースに行くふりをしたあの一歩でねディフェンスを振り切って、シュートもねもう本当にここしかないというところに決め切りましたよね、うん、フーガドルスミダ対ペスカドーラ町田の一戦です。フーガドルスミダが先制いたします。23番川崎シュート、自ら持ち上がってこの距離からですね、トーキック振り抜いていきます。いいコースに決まりました。そしてビニシウスが粘ってシュート跳ね返りを、このアベルイの右足ディフェンスに当たって決まりました、うん、ビニシウスもね本当に粘って、はい、で最後ね阿部のシュートもダブルマサですからねこれ、続いて町田のコーナーキックから毛利源介ゴール前、最後倉下がよくこれも狭いところ抜いていって3対2、はい、町田が逆転いたします。ただ、うん、このシーンあまりの突破から清水誠也決め切って3対3。いやこのあまりのまずこのドリブルですよ、うん、でパスも完璧なのでね、はい、3対3同点に隅田追いつきます。そして続いて終盤ですね、自ら得た PK を町田9番毛利源介左隅、これはしっかり最後よく決め切りましたね。まずは湘南です。湘南が相手陣内に入ってからこのロングシュート、堀内選手のこのキーパーのブラインドになった、うん、まあ、これは大きかったですね。あーそうですね、はい、さあそして湘南がボールをキープしているんですけれども、ここで立川が奪ったんですが再び湘南ボールになって、林田のシュートパスから堀内のファース目でした。林田選手の特徴出ましたよね。そしてここで奪って流して再びインターセプトからの期待選手らしいゴールです。いや本当らしいゴールですよね、はい、もうこの混戦の中でボールをカットしたボールが枠に飛ぶ、うん、まあ、本当に期待選手らしいゴールですね、はい、さあそして立川はパワープレーに出ます。そしてこのシュートキャッチして源が来ていたんですけれども、バントキックで、これはすごいゴールじゃないですか。いやもう本当解説いらないですね。ですこれも見ていただければこの技術の高さが分かるゴールですよね、うん。そしてここ金沢がここ一矢報いるシュートでした。ゼロで終わらずに1点を取れたっていうことはまだ一つポジティブな面だと思うので、うん、はい。シュライカー大阪対バサジー大分の試合、この大阪キックインから、いやすごいテンポでしたこれ、はい、もう2人の関係ですよね、うんうん、セットする前に蹴り込んでそれにうまく合わせるという、まあ、セットプレーの大阪の良さが出ましたね。そうですね。そしてこの清水幹事の股抜きシュート、これで2対0と大阪リードを2点に広げます。そしてその直後でした、コーナーキック相井のロングボレーシュート、いやいいシュートですね、うん、抑え効いてますし、しっかりとこう枠に飛ばしたことで、はい、まあ、ブラインドもあって決まったゴールですね、はい、これで3対0となります。しかしこの相井のところからボールを奪って最後に三浦移籍後初ゴール、ここいいプレスからね元石選手ボール奪ってこう冷静にアシストして、うん、まあ、これ一つ大分のね、うん、ディフェンスからいい形が出たと思います。そしてここは完全に崩して加藤翼、今日2点目です。これはうまかったですね、うん、本当にこのダイレクトのパスもうまかったですし、はい、まあ、最後冷静にねコースを見極めて流し込みましたね、うん、まあ、そして加藤はやっぱりああいうところで外さないという形なんですね。第1ピリオド完全に主導権は長野が序盤握っていました。このワンツーから松永が出してこのシュートでした。そして今度この一番底のラインからこの長いボールワンバウンド、このアクロバティックシュートいかがでしょうか。後ろからのボールダイレクト、はい、この合わせたことでイゴール選手はちょっとタイミング合わせづらくてまた通ってしまいましたね。そこから来るかというふうなところから来たんですね、はい、さあそして第2ピリオドイゴールの持ち上がり、これが効いていました。
ガリーシャセンターラインでした。これいかがですか。いやガリーシャ選手の体の向きとファーストコントロールが全てだったなと、うん、しかし長野がこのゴールすごいところからボール来ましたね。岡本のチャンスの数は少なかったんですけど、はい、この決定力っていうところはこの試合かなり光ってましたね。そしてここ石田舐めて、いやこのシュートはかなりレベル高いですね。はい、1個ずらして、うん、で最後ちょっと肩口まで浮かすんですよね。ゴロだと多分決まらなかったので素晴らしいゴールですね。そしてさらにここを山口ナイスセーブ、もう一度山口ナイスセーブ、しかしここは最後長坂に当たってのゴールということになりましたね。そうですね。第1ピリオドこの新加入の大原が奪ってこのシュート、Fリーグ初ゴールおめでとうございます。彼の個の力で取りましたからね。そうですね。篠田もちょっと迷ったですかね、はい、しかし名古屋はすぐに取り返します。この平田のゴール、アルトゥールからの平田でした。さあそして室田が残して1人かわして2人かわして3人かわして自分でゴール、これすごいですね室田選手。いやスーパーゴールですね。はい、1人で残してねかわして、はいはい、もう1個かわして、うん、でまあ最後はねちょっとアルトゥール選手当たりましたけど、はい、しっかりシュート打ち込んでね決め切りましたからね。さあそして名古屋1点を追う中なんですけれども、この平田この股抜きパスですよ。はい、うわこれこのダルランのシュート、これは決まりました。ダルラン来日初ゴールです。これ下がりながら打ち込んでるんですよね、はい、重心後ろですよね。これは取れません。はい、そして佐藤明雄がここでキープして堀米うまい残し、そして水上ダイレクト、いや素晴らしいゴールでしたね。うん、北海道の選手だけが最後までボール食らいつきましたよね。はい、しかしパワープレーに出た名古屋アルトゥール残して吉川逆足、この吉川世界の吉川でした。いやこれぞ名古屋、うん、吉川選手本当素晴らしいですね。そうですね。